まずね、皆さんにね、謝罪したいことがあります。今回の動画は、結構つまんないと思います。申し訳ございませんでした。まあ、多分タイトルとかでわかると思うんですけども、今ね、サンリオの、キティちゃんとか、あと、ポムポムプリンとかが、今、スプラトゥーンとコラボしてるんですよ。それをね、僕ね、わざわざ、わざわざお家を出て、珍しくね、お家出て、原宿のね、ショップまで行ってきました。で、まず、ポーチ買いました。このお化粧、女の子がお化粧入れるポーチ。これはね、こう可愛かったから買いました。使うとかじゃなくて、なんだろうな、でも、ゲームのソフトを入れることができると思います。可愛いでしょ、ケロケロケロッピー、バツマルくん。僕、キャラクターではバツマルとケロケロケロッピー好きなんで、他は知りません。嘘です。はい、次ですね。これ。これはね、巾着袋かな？巾着袋まだ出してないんだけど、これ、今四角い状態じゃん。四角、真四角じゃないですか、今。で、これをね、紐をキュッてやると、イカの形になるらしいんだよね。ちょっとやってみたいと思います。いきます。若干あ、違う、これなんか入ってるから。ヒュッ。なった？イカの形。まあ、これダメだな。これはいかんな。これはいかん。あ、なった。こんな感じですね。ちょっとイカちゃんの形に近づいたと思います。まあ、こんな感じの巾着袋を。購入しました。てか俺、こういうとこ行くとさ、大人買いっていうのか、値段とか気にせず、好きなものをどんどん買っちゃうんですけど、全部で1万2000円かな分買いました。で、次、一番高かったやつが、これなんだけど、これ缶バッジ。缶バッジさ、1個でよかったんだけど、なんとなく箱ごと？これ8個入りですかね。500円が8個入りで4000円くらい。を、購入しました。これね、なんて言うんだろう。スプラトゥーン2サンリオキャラクターズ缶バッジコレクション。まあ、コラボしてる武器かな。こんな感じです。これまだ開けてないんだよな。開けるか！開けよう！ちゃんとね、この銀色のね、袋にね、入ってますね。開けていきましょう。これ全部違う種類なのかな？はい、一個目、ローラーだ。ローラー。バツマルとね、ローラーですね。さっき紹介した巾着袋に、この缶バッジ、開けたやつ入れときたいと思います。これもし忘れた時に、あ、缶バッジどこ行ったっけって、もしTwitter とか YouTube ライブしてる時に言ったら、みんな巾着袋の中あるよって教えてね。次ー、パブロでーす。はーい。スプラスピナー、キティちゃん。いや、嘘、マイメロディーかな。スプラスピナーでーす。いっぱいあるな。まだまだあと5個ある。多分これ全部入ってるよな、違う種類。被らないよね。スプラマニューバー。これがキティちゃんや。マニューバーね、最近自分使ってるから。好きだわ。マニューバーケートかっこいいよな。お！スプラッシューター。みんな大好きスプラッシューターです。ポチャッコですね。ポチャッコっていうワンちゃんの白いキャラクターがいるんですけど、これ確かに可愛い。若葉かもみじかわかんない。これ若葉だよね。え？え？ローラー。あれこれ2個目？同じのか？ん？でもさっきバツバレだったよね。これちょっと違うんだよね。ほら。でもね、一応ローラーなの。わかる？キャラクターが違うだけかな。全部で一応8種類あるから、ローラーは2個あるのかね。ローラー使いは嬉しいね。バツマルかポムポム選べるのか。お、最後かわいい、ノバブラスター。シナモン。かな。いいね、ノバ。ドライヤーや。ということで、缶バッジでした。
多分全部の種類違うけど、ローラーは2種類あるんか。武器としてね。はい、次です。まずね、スプラトゥーンの、そのサンリオコラボって言ったら、やっぱみんな T シャツをね、想像するじゃないですか。フェスティってあったじゃん、コラボした時に。あれ買おうとしたんですよ。でも、いざお店行った時に、とあるこの、シャツが売ってまして、俺こっちの方がいいかなって思って、こっち買った。あの、キティちゃんとかが、マニューバー持ってるやつも考えたんだけど、俺サーモンラン好きじゃん。てかみんなもサーモンラン好きじゃないですか。だからこれ買ったの見て、キリミちゃんが、なんてサーモンランのロゴで走ってるとこ。ごめん、走ってんのイカちゃんか。で、キリミちゃんが一緒に写って。これは、ステッカーかな。サンリオキャラクターステッカー。シナモン。シナモンです。次は、イカのね、イカパッチンです。イカパッチン。これは、ポチャッココラボのやつ買いました。まあ、ヘアピンみたいな感じですかね。部屋にいるとき前髪長かったりしたら、使うやつ。まあ、イカパッチンってスプラトゥーンのギアでもあるんですけど、それちょっと欲しくて買っちゃいました。はい、次は、腕輪？腕に、こういうとこにつける、ワッペン、バツ丸です。あ、そうだ、僕、北海道大会、スプラ甲子園の北海道大会出るんですけど、もう当選決まってて、まあ、まだね、動画では本当に、生放送とかで言ってると思うんだけど、動画では言ってなかったんですけど、これ、せっかくだからつけていこうかな。と、まあ、こんな感じで、以上でした。はい。でね、じゃ、このお店ね、1500円以上買うと、コーヒー置き場、なんていうの？コーヒーコースターか。コースターをもらえたんで、これも紹介していきたいと思います。はい。コースター、ケロケロケロッピー、ペンギンちゃん、ガチャンのコラボ。これかわいいね。これかわいい。これなんだ？これはギアかな？ん？ギアなのかな？よくわかんねえ。あ、サンリオのキャラクターの、なんていうの、グッズ？スプラ化したグッズ。バツ丸チャージャー。姫ちゃんとイーダちゃん。おー、お前逆になってる。お茶っ子。で、サーモンランドね。これなんだろう、真ん中のキャラクター。これサンリオのキャラクターかな？これ。コラボしてるやつ。これいいね。ハンギョンドンって書いてある。ハンギョンドンっていうキャラクターいるんだ、サンリオに。それだ。ということで、グダグダになっちゃったと思うんだけど、僕が買ったスプラコラボの、紹介でした。ご視聴ありがとうございました。